This is CGTN, China Global Television Network. こんばんは。12月21日火曜日、ニュースをお伝えします。今日お伝えするニュースはご覧の通りです。王毅国務院兼外交部長は20日、台湾は必ず家に帰る旅人である、人に利用される駒ではないと述べました。この発言は北京で開かれた2021年国際情勢中国外交シンポジウムの開幕式で述べられたものです。王外交部長はまた、台湾海峡の情勢に新たな緊張が発生している、その背後には台湾当局がアメリカに頼って独立を企て、アメリカ及び一部の国が台湾で中国を制する意図がある。これに対して我々は厳正な警告を発し、強力に対抗し、台湾独立勢力を震え上がらせていると強調しました。外交部の趙立堅報道官は20日に開かれた定例記者会見で、トランプ氏が言うところの中国によるアメリカへの搾取説は全くのナンセンスだと示しました。アメリカのトランプ前大統領はこのほど中国に対し、新型コロナウイルス感染に対する賠償として60兆ドルを支払うことを求めるという考えを示し、中国は経済においてアメリカを長年搾取していると述べたということです。これを受け趙報道官は、トランプ氏の在任中、アメリカの新型コロナウイルス感染者は2400万人を超え、死者は41万人を超えた。いくら責任を転嫁し国民の目をそらそうとしても、心ない政治家が民衆の生命と健康を無視し、予防と抑制が不十分であった事実は変えられないと指摘しました。国家衛生健康委員会は20日の記者会見で、新型コロナウイルスの変異株オミクロン株について、中国では外来感染の圧力が高まっており、水際対策が重点中の重点であると強調しました。国家衛生健康委員会の報道官は、現在世界89の国と地域でオミクロン株の感染が報告されている。中国の周辺の一部の国でその感染が急激に拡大している。大事なのは予防対策を着実に実施することだ。水際対策や関連スタッフの安全確保、移動秩序の維持などに力を入れる必要があると述べました。このほどワシントンで開催された第79回世界 SF 大会で、2023年の第81回世界 SF 大会が四川省成都市で開催されることが決定しました。世界 SF 大会は世界 SF 協会主催で、1939年に発足し、 SF をテーマにした世界最大規模かつ最も影響力を持つ大会です。グランプリにあたるヒューゴー賞は SF 界のノーベル賞とも呼ばれています。開催予定地の四川省成都市はパンダのふるさとで、世界で発行部数が最も多い SF 雑誌SF ワールドの誕生の地としても知られています。現在 SF 文学をはじめ、アニメや映画、ゲーム、周辺グッズなど SF 関連産業が急速に発展しているということです。中国北西部新疆ウイグル自治区アルタイ地区では、氷や雪を生かしたスポーツや遊びが人気を呼んでいます。アルタイ地区は雪の降る期間が長く、雪質も優れているため、スキー愛好家に人気の場所です。スキーやスケートのできない人でも楽しめるように、現地では氷の上のバンパーカーや雪の上を滑るアトラクションなども開発されています。また現地の一部の小中学校は、体育の授業をスキー場や屋外のスケート場で行い、子どもたちはウィンタースポーツの魅力を体験しています。さらに現地では観光客向けに氷と雪の娯楽施設を取り入れたリゾート地も建設されているということです。中国で2番目に長い川、黄河が流れる河南省牧羊市の区間で水位が下がって川底が現れ、
空から見ると不思議な風景が広がりました。水の流れや砂の共同作用により川底には大小さまざまな溝ができています。空から見ると多くの溝がつながり、大きな竜や大木の形をしています。黄河は中国西部青海省を源とし、9つの省や自治区を流れて渤海に注ぎ込む中国の母なる川と呼ばれています。以上、今日のニュース、星がお伝えしました。